はい、皆さんこんにちは。はい、2020年の12月の、お稽古です。その、私が意見と作品の解説をいたします。はい、まずですね、まず作品ご覧いただいて、はい、主軸になっているのはこれ菊ですね。はい、そして、この木を使いまして、で器は高橋明子さんというね。方の作品になります。でまずこの花池の一番のスタートはもうこの器これに行けようと。実はもう先月も同じ器に行けさせていただいたんですけど、少し前までこちらの時効家さんで高橋さん の展示もやってたっていうのもあって、まだ作品が残ってたりするのでもう一度これにトライしてみようということで始まりました。で合わせる花としてはもう、同じ色味の花を合わせようかなということでこの菊が決まり、そしてまあこの菊と器の間に入り込むものとしてこの木を、選んだという感じです。で構成の軸としてはまず毎回話してますけどこの床の間、左最高の床の間なんですね。でこの床の間の光に、生けた花が順応するように、左の方に向かっていくような構成にしています。でまず重要なのはこの木ですね。この木を口元にちょっと従われてますか、挟み込んでこのトップの動きですね。左から一貫右にグッと振られてるんですけど、それが最終的には光の当たっている方に流れていくようにとならないか、そのようにならないかということで試行しまして、でなんとかこの位置にこの流木が落ち着く、流木というか口木ですねが落ち着きましたんで、あとは花もそれに順応するように、なのでこの辺りからこの花頭までに向かっていくこの流れとここの流れがちょうど正面から見たら平行して見えると思いますね。それとあとこの子が生み出したここの間ですね、三角形の間、この真ん中あたりに出ていこうとするような、なんかそういう意識の中で生けられたらなと。あとは真正面から見た時のこの芯の位置ですね、芯のラインのところにこの花が乗っかるようにと、その辺を抑えながら組み立てていったらこういう形になっていたと、まあ、そこにちょうど収まりそうないい花があったのでそれを収めたということですね。床まで行けるということはとにかくそこに当たっている光とどういうふうにこうするかということはとても重要だったりするので、まあ、そのことを今回も、そこのことにしっかり準じて生けることができたんではないかなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。